こんばんは。去る8月16日名古屋栄のサンモリッツというレストランで猫先生率いるオニマンズの、ね、ライブが行われました。まあこれはね本当にたくさんのお客さんにお越しいただきましてね、ビデオカメラも何台もねいろんな方が撮ってました。それでまあ今日はあのそれをねちょっとご覧いただこうと思います。でまああの正味1時間ぐらいのライブだったんですけれども、ブログの中にですねその1時間丸々ほぼノー編集のものを、載せておきます。でまあ、あの番組中では、ほんの1曲か2曲ね、ちょっとご披露したいと思いますんでね、それも後ほど、聞いていただきたいと思います。あのそしてね、まあ、その時、いろんなものを、ね、いただきました。もうこれはもちろん僕だけじゃなくて猫先生を中心にあのメンバーの人プレゼントですとかねお花だとかいろんなものをいただきました。ちょっとねそんなものもね簡単に今ここで、画像を見ていただきながら紹介したいと思うんですけれども、まずねこんなのいただきました。これはあのコメントをくださるサンゴさんという方がね僕と家内にくれたものなんですけれども、まああのバッグね、それからあの保水液を入れる入れ物ね、そんなのをいただきました。そしてこれはもうどなたからいただいたのかちょっとわからないんですけれども、お花をねたくさんいただきました。それでねちょっとこれを見ていただきたいんです。あまりにもね綺麗で感激したのでね写真に思わず撮ってしまいました。これはあのビデオを見ていただくとわかるんですけど、最後の最後、演奏が終わった時に、花束をね、皆さんに、持ってきてくれました。メンバーのねみんなに。で僕もね一つもらったんですよ。でもらった時はそんなに大きな花束ではなかったんですけれども、花のつぼみがね、入ってました。そんでそれを家に持って帰って、水につけておいたらですね1週間経つか経たないかうちにこんな立派なね、これは何という花なんでしょう、ユリの花でしょうかね、こんな立派な花になったんでね思わずびっくりしてね、写真に撮ってしまいました。これはあの撮影クルー一同というようなことが書いてあったと思います。つまりあのオニマンズの CD を、撮影していただいた K さんというカメラマンの方、そしてそれをデザインしていただいた貞松亜美さんという方もねお越しいただいていました。で僕に花束を渡していただいたのがこの確か貞松亜美さんだったと思うんですけども、まあとにかくこのね、花あまりにも立派でねこんなにね、咲き誇るように、咲いていましたね、びっくりしました。本当にね数多くの皆さんお越しいただきましてねありがとうございました。まあこれは猫先生にね成り代わってね本当にね熱く御礼申し上げたいと思います。非常に熱気のこもったねライブでした。まあ僕のライブっていうのは皆さんあの学芸会の息子娘をね、見守る母親父親のようなそんな趣でね見ていただいてるようなんですけど、今回のね、オニマンズのライブちょっとねムードが違いましたね。非常にね、熱い思いが、伝わってきました。まあ僕のライブでもそれ熱い思いは伝わってくるんですけども、なんて言うんですよね、まさか猫先生がこんなことを始めるとはというようなところからまあ始まってるわけですからね、お客さんの気持ちとしては。それでまあまあの演奏がねできたと思いますよ。本当にね猫先生、それからベースの吉川さん、バイオリンの市川さん、本当に熱心に練習されてました。まあ、由美ちゃんも含めて総勢5人のメンバーなんですけども、このメンバーだけでも3回やってます。で、まあ、由美ちゃんを除いた、市川さん、猫先生、吉川さん、僕、この4人のメンバーではもう本当数知れずね練習をしてます。もう先生の、ね、熱意というのはね本当にね、感服させられました。それがね見事に出てたと思いますね、今回のライブ。なので動画を見ていただいても分かると思いますし、ね、生で見ていただいた方はまさにねそれをね、体感実感されたと思いますね。そんなことでね、今日98回ね原純座レディオをお送りしたいと思います。原純座レディオ、
ということでですね、早速ですけれどもオニマンズファーストライブの、模様、まあ、2曲ぐらいね、流してみたいと思います。全部でね、まあ、アンコールも入れまして9曲やりました、まあ、そしてメンバー紹介だとか先生のね MC なんかも入って、まあ、ほぼ1時間のねプログラムでした。なんで、先ほど言いましたようにブログの記事のところに置いてある動画は、約1時間になってますね。ラジオの中でそれ全部かけるわけにいかないので、見たい方はねそれをゆっくりね見てくださいね、そして今からね2曲かけますんでね、ゆっくりご覧ください。ただ
アノ大石由美。
さん、まだ生きててください。約束ですよ、生きててくださいよ。最後のメールという曲と、そしてメンバー紹介を挟みまして、コンサートの最後の曲ですね、マンダやランとカン、この、2曲とメンバー紹介を、ご覧いただきました。どうですか、なかなかね、先生、MC は後で、記事の中のものをね、ゆっくり、見てもらえばいいんですけど、 MC もね、とっても上手でした。そしてね、歌も、かなり練習されたみたいですね。とってもね、いい歌をね、歌ってみましたよ。ファーストライブね、僕は大成功だったと思います。これに味を占めてというか、この後何度かね、またライブをきっと計画されると思いますね。あとは先生のペースでね、僕は8月16日でちょっと急いでね、組んでしまって、ちょっといろいろ迷惑をかけてしまったこともあるんですけども、ここから先は先生のペースでね、ゆっくりとね、またライブを組んでいただければなと思いますね。その際はね、またぜひお越しくださいね。ありがとうございました。そして、さっきから言ってます、記事の中にね、置いてありますオニマンズファーストライブ、これよかったらね、ちょっと長いですからね、休憩しつつね、ゆっくり、ご覧くださいね。ありがとうございました。さあ、それではですね、ここで、早速アルバムの楽曲紹介に行ってみたいと思います。今日からはですね、リバイバルスというね、アクエリアスの、セルフカバーのアルバムを紹介していきたいと思います。まずリバイバルスの1曲目、これは化石の恋ですね。それではね、化石の恋を聞いてください。どうぞ。悲しすぎるよ君、化石の恋を聞いていただいています。その化石の恋ってなんじゃなっていうことなんですけど、前も僕ね、何かでね、ちょっと申し上げたと思うんですけど、もう30年以上前の自分というのはもう他人ですね、全く。だからまず化石の恋なんていうこのタイトルね、つい前回のラジオで悲しきサルタンのことをですね、なんていうヘンテコリンな放題だというふうにね、言ったばっかりなんですけども、自分でもね、この化石の恋、これは一体何のことを言ってるのかよくわからないんですけど、何か比喩的に言ってると思うんですけれども、でも化石が恋をするなんていう表現が、その三十数年前、僕は何を考えてこんなことを言ってたのか、
考えてたのかね、もう全く見当もつきません。そういう意味ではね、30年以上経った僕、同じ人間なんだけども他人としか思えないですね。そんなことでね、わけのわからないタイトルの化石の恋というね曲を聴いてもらいました。これは原曲の化石の恋と、違う部分、これもあの作り足してます。2番の転調跡ですね、まあ、サビを繰り返す部分のところなんていうのはあのかつてなかった、歌詞ですね。この部分は作り足して、まあ、完成させていますね。化石の恋を聴いていただきました。それでは続きましてね、僕のまあまあ好きな曲ですね、スラップスティックという曲です。これもあの、緑恵子ちゃんというね、方が書いていただいた詩ですね。まあアクエリアスをやりだしてから、水野よしこさんとはちょっと縁がね、切れたというか、まあ、遠ざかってしまって、この当時、緑恵子さんね、という方にね詩をたくさん書いてもらいました。サンバでブラジルもそうだし、確かスラップスティックもねそうだと思います。あの化石の恋はね、これ多分僕が書いたんじゃないかな、まあ、変なわけのわかんない詩だもんですから多分僕だと思うんですけど、このスラップスティックというのは緑恵子ちゃんがね書いてくれた詩ですね。ではスラップスティックを聞いてください。どうぞ。スラップスティックを聴いていただいています。あのスラップスティックというのは、このスラップスティックを辞書で引いてみますとですね、ピシャリと叩く棒の意味と書いてあります。ピシャッと棒で叩く時の、音っていうことなのかな。ピシャリと叩く棒の意味、元、道化芝居で道化役が相手を叩くのに用いた、その棒ですね、ドタバタ喜劇、激しい動きや大げさな身振りで演ずる滑稽な筋立てのものということですね。まあ、だから、激しい動きの大げさな身振りで演ずる滑稽な筋立ての、喜劇と、ね、いうものらしいです。まあ、恵子ちゃんはねこういうあのその当時僕らなんかも全く知らなかった、例えばサンバでブラジルに出てくるアクリージオ、ブラジルの方の名前のようですね。アクリージオさんという人のことなんですけども、そういう変わったね言葉、まあ、そういったようなものをねよく知ってましたね。だから僕らなんかあのスラップスティックって言われてなんとなく横文字でね、ちょっと洒落てるなと思ったぐらいなんですけれども、まあ、彼女はこういうようなこともいろいろ知識があってね、そしてそれを組み込んで歌詞にしてくれたと、ね、いうことですね。
スラップスティックを聴いていただきました。では続いていきます。3曲目です。3曲目はクライングエブリナイトという曲です。これもですね、まあ、アクエリアスの時にやってまして、メロディーが、歌い出しのメロディーは多分一緒だったと思うんですけども、サビ前のメロディーがね、2つ違う、メロディーが存在してました。で、僕はてっきりまあそんな2つ存在してるっていうことを知らずに、この時は、僕の頭の中に残ってるメロディーでやったんですけども、そうじゃない方のメロディーの方がいいというね、なんか圧倒的に不支持を得ましてね、それも今度のアルバムにね、じゃあもう一つのメロディーの方のクライングエブリナイトを入れましょうというようなことをね、一応お約束はしたんですけれども、まだねそれ進んでません。まあ、だけど僕は皆さんに言われるまではね、この部分のメロディーが2つあるっていうのはね気づきませんでした。ね、前だから何かで僕確かミチさんに言われて、古いアクエリアスの楽曲をフルコーラスでねかけるっていうのをどっかのラジオでやりました。その中にね入ってる、クライングエブリナイトは古いメロディーの方ですね。これは、まあ、だから古いっていうか違うメロディーの方の、クライングエブリナイトです。だからこれは、今からおかけするのは、まあ、別のメロディーの方ね、不評だった方の、クライングエブリナイトのメロディーですね。では聞いてください。クライングエブリナイト。した目をしてた。前よりずっと無口になっていた。誰かを思って眠れぬ夜を、いくつもいくつもいくつも数えた。涙を溶かして飲んでいた。約束と知っていても待っても会えぬと分かっていても、 Crying every night Send me everyone Crying every night Send me everyone。クライングエブリナイトをね聞いていただいてますが、僕はこっちの方がね、まあ、音楽的にまとまってるように思います。当時も一息で消えてしまう炎のっていうところが違うんですけど、僕はこのメロディーはちょっと不安定だなと思って、もうちょっと分かりやすい、覚えやすい、口ずさみやすいメロディーをということでね、このメロディーに変えた記憶がありますから、まあ、やっぱり音楽としてはこっちの方がバランスが取れてるんじゃないかなとは思いますけどもね。クライングエブリナイトを聴いていただきました。続いて4曲目いきます。Only One in My Life という曲ですね。これはアクエリアスになって、アクエリアスを結成してから、作った曲です。なのでそれまではエモーショナルというバンドの曲を、ほとんどやってました。でアクエリアスとしてのオリジナルはなかったんですけれども、だからひょっとしたらアクエリアスオリジナル第1号かもしれないですね。手を打ちながら走れだとか、いつか春になったらだとか、この辺はもうみんなエモーショナルの楽曲ばっかりです。Only One in My Life という曲はアクエリアスになってから、アクエリアスで作った曲ですね。それでは聴いてください。 Only One in My Life。愛をくれた初めての人、誰一人
しない私に微笑みかけてくれた手を握ろうとしたのもあなたが初めて口づけの味なんて死ぬまでわからないと In My Life を聴いていただいています。この歌のですねサビが英語になってますね。 I never never have a grudge against という、そしてほんのひとときの気まぐれでもいい、この I never never have a grudge against というのは私はあなたのことを決して恨んだりしないわというあの歌詞なんですけど、つまりあの例えばこれがほんの気まぐれの恋であっても構わない、あなたがこの恋に飽きてね立ち去ってしまっても私は決してあなたを恨んだりはしないわというね、考えてみれば非常に男にとってね、虫のいいね都合のいいね、まあ歌ですね。これを皆さん40年前どういうつもりで聞いてみれたかわからない、まあ、でもこの英語の部分を和訳してなんだこんなひどい歌詞だったのかと言われたことはないですから、まあ、英語もね横文字ねこれもファッションとしてね、やってたんだと思いますよ。 I never never have a grudge against っていうのは私は決してあなたを恨んだりしないというね、そういう意味ですね。Only One in My Life を聴いていただきました。さあそして、次の曲です。次の曲は Goodbye Afternoon という曲ですね。これは多分エモーショナルの時に作ってた曲じゃないか、違うか、これもアクエリアスだ、これも緑恵子ちゃんの詩ですね多分ね。だからこれもアクエリアスの時に作った曲です。まあレコードにはなってないんですけれども、だからアクエリアスの中期からも後期にかけてですかね、僕がこの曲ができてすごい自分で気に入って確かねマネージャーの加藤博美さんという人にデモテープを聴かせたんです。すごい曲ができたんでちょっと聴いてくれって言って、そしたら聴き終わって開口一番なんか変な曲って言って、何が変だって言ったら、まず大体手拍子ができないと、それで乗れないね、アクエリアスらしくない、もう散々ね、非難を受けました。で、まあこんな曲っていうことでね、まあ基本的には却下されたんですね。まあステージでは何回かやったことはあるとは思うんですけれども、そしてこの曲をね、すごく気に入ってくれてる方もいらっしゃいます。前和美さんがね、私がね、盾になってね、そんなクレームはね、跳ね返してやるとかってね、そんなようなことをおっしゃってた記憶がありますけれどもね、Goodbye Afternoon。それでは聴いてください。どうぞ。ゆうべのおことは
キスをした後でお決まりのようにどこからか流れてくるのは重いメロディーのジャズ、それともリズム&ブルース。走り出して僕は身を隠すように。 Goodbye afternoon、 消えてゆく思い出のかけら捨ててゆく。Goodbye afternoon を聴いていただいています。なかなかいい曲ですよね。僕はこういう風にあまりパッとしない曲、でも聴いてみるとね、のしいかを食ってるようなね、噛めば噛むほど味が出るような、こういう派手さはないけれども息の長い曲っていう感じ、僕はこういう曲好きですね。手を打ちながら走れっていうのはパッと聴いてパッと頭に入ってきますよね。だからとっつきやすい、として乗りやすい。だけどグッドバイアフタヌーンなんていうのは最初なんかもそっとピアノで始まって暗い歌が続いていく、なんかあんまり、パッとした曲じゃないんだけれども、僕はねこういうムードの曲が好きです。涙のディスコベイビーなんかもそうですけど、僕は気に入ってね、どうだという思いでね聴かせたんですけどね、却下されました。グッドバイアフタヌーンを聴いていただきました。さあそれでは次の曲なんですけれども、これは6曲目です。リバイバルスというアルバムは、全部がアクエリアスのセルフカバーではなくて、ファンタジーとカーニバルトナイトっていうね、アクエリアスとはちょっと無関係の曲も2曲入ってます。なんでこの2曲入れたのかちょっと分かんないんですけど、それで12曲になってますんでね、今回はまず6曲ね、ご紹介したいと思います。そして、6曲目ね、本日の最後の曲です。ノーノーノーという曲です。これも昔のアクエリアスの音源をね何度か聞いていただいたことがあると思いますけれども、僕はいつもこれを聞いて、2曲聴き比べて思うのはね、生のバンドはその良さがあるんですけども、やっぱりちょっと迫力がない、ちょっと稚拙だったりとかね、リズムがちょっと弱かったりして、それはそれに比べれば打ち込みはもうしっかりしてますからね、やっぱり聴いてて安定感もあるし、僕自身の歌もやっぱり打ち込みの伴奏の方がねなんか乗ってるような気がしてね、僕はこっちの方がね気に入ってますね。それではね、ノーノーノーを聴いてください。どうぞ。
を聞いていただきました。どうですか？なかなかね、いいですよね。アクエリアスの当時もこの曲は、結構気に入ってやってたんですけれどもね、正直言うとこの曲はちょっとまた難しい曲だもんですから、なかなかバンドではちょっとやれなくてね、またどっかのライブでね、のアクエリアスのコーナーでやってみたいなと思ってますけれどもね、またその時はねお楽しみにしていただきたいと思います。ノーノーノーを聞いていただきました。これで、本日のリバイバルスの1曲目から6曲目まで、全て紹介しました。毎度のことながらこの6曲は記事の中にね入れておきますんでね、またゆっくりとね時間のある時にフルコーラス聞いてみてくださいね。ありがとうございました。それではですね、ここでねまずお便りをねちょっと紹介したいと思いますけれども、こんな方からのお便りでした。早乙女孫六さんからねお便りをいただきました。ラジオ98回早乙女孫六さん、ご無沙汰しております。7月以降暑い日々が続いていますね。名古屋は連日の猛暑でしたので、心配しておりました。ありがとうございます。僕はでもね比較的涼しいところにいましたからね、でもね前回のラジオの時言いましたね、この 1,2 週間体がだるくてなかなかウィークに行きづらかったっていうようなことを言いました。だからさすがに僕もねこの暑さにちょっとやられてしまったかなと、思いました。名古屋は連日の猛暑でしたので心配しておりましたが、8月16日オニマンズのライブ、盛況とユーニャさんのブログで拝聴して、お元気な様子で嬉しく思っております。ありがとうございます。オニマンズで僕がギター弾いてる姿を見ていただいたということですね。お盆は帰省し、岐阜も猛暑と覚悟して帰ったのですが、お盆期間中はあまり暑くもなく、ただお袋の調子が悪く、3日間遊び歩くこともなく実家でお袋の隣にいました。孫ちゃん偉いじゃないですか、親孝行したね。お母さんもだんだんね高齢になってきて心細くなってくるだろうから、孫ちゃんのような立派なね息子さんが近くにいてくれるとまあ嬉しいと思いますよね。お袋も81歳、この夏の暑さに耐えたのか熱中症の症状も見受けられ、今から動かず、以前は息子の孫六には毒舌を吐く母親でしたが、随分気弱になってきました。そうだろうね、年取ってね体がおぼつかなくなるとやっぱり誰かを頼りたくなりますよね。その気を張って、気丈に振る舞ってたのがだんだんその孫ちゃんに頼るようになってきたということですかね。孫六がまた岐阜へ帰ってくるわと言うと、以前は早々帰ってこんでもええわ、交通費ももったいないしなどと憎まれ口を叩いていたお袋ですが、ここ最近は待ってる、気をつけて帰ってきてと言われて拍子抜けするというか、弱くなったなぁと寂しく感じる孫六です。親というものはそういうものなんでしょうね。僕の母親はうちからすぐ近くのところに住んでいましてね、毎週火木土と人工透析というのをねやってね、もう90過ぎたのかな、90ぐらいか、でも元気にやってますよね。今度のライブもね、10月11日のライブもちょっと一声かけてみようかなとは思ってますけどね。そして弱くなったなぁと寂しく感じる孫六です。なのでできる限り月1回とか今後は田舎に帰ろうかと思ってます。いいことじゃないですかね。ちょっと経費はかかるかもしれないけどね、お母さん喜ばれると思いますよね。そして今年は音楽趣味を精力的に、ということで、写真が送られてきました。こんなことをやってるみたいですね。そしてねなんとなく、いい感じの女性が写ってますね。真央ちゃんはね、なんでか知らないけど女性綺麗ですね。真央ちゃんはというのも変ですけど、老人ホームデイケアサービスへの慰問も定着し、今2カ所で定期的に開催できるようになってきました。そして孫ロックとしてのライブも少しずつ形になってきてます。
なるほど、まだまだバンドとしては完成度は低いのですが、それでも徐々に自分のやりたい曲ややりたいイベントとして、音楽仲間も増えてきたし、他のバンドの方からも、コラボ企画を依頼され始め、なんだかこれからもワクワクしながら楽しめていけそうです。なるほど、なかなか、まこちゃん精力的に頑張ってますね。あの前本職の方がねうまくいきだしたというようなことをおっしゃってたんで、まあ、それに波に乗ってね音楽活動の方も、うまくいってるような感じですね。そして以前じゅんさんに言われたように、そろそろ自己主張、今の等身大の自分の考えなどを、曲にしてやっていければいいかなと思ってます。そうですね、やっぱりねオリジナル曲ですよ。人に聞いていただくときにオリジナル曲っていうのも新曲でね、全く、事前の知識もない、いきなり、聞いたことない曲を聞いてもらうのはちょっとやっぱり、ハードルが高いとも言えますけども、やっぱりでもそこはね、ねじ伏せてでも聞いてもらって、あいい曲だねと言ってもらえるようなね曲ができるまでね、頑張ってオリジナル曲をね作ってくださいね。またまた取り留めのない文章になってしまいました。10月のじゅんさんの名古屋でのライブ楽しみにしています。また来るんだ6月にね来てくれてね。でも僕はあなた車で往復するわけだから、なんかそれがすごい気になっちゃってね、本当恐縮ですね。ただまこちゃん来てくれるのは本当ありがたいんですけど、くれぐれも無理しないようにねしてくださいね。10月のじゅんさんの名古屋でのライブ楽しみにしています。ありがとうございます。お袋の顔も見に行くという口実、逆ですね、じゅんさんのライブに行くという口実で田舎に堂々と帰れる、嫁に対しての口実です。ああそうなんだ、嬉しいことです。そうですか、まあそんなことでね、僕のライブがちょっとでも役に立ってくれればね、僕もそれで、嬉しいですけどもね。最後に最近のマゴロック動画またまた添付しときます。生温かい目で見て聞いていただければ励みになります。これをまたブログの記事のところにね、置いておきますね。だから皆さんよかったらねまた見てくださいね。そしてなお10月7日3連休の日曜日、また赤坂でイベントをやります。中部地方からの参加待ってます。かっこ大笑い。日帰りできます4、東京駅から地下鉄日比谷線で15分、赤坂見附駅から徒歩3分。このなんていうの、地名というか駅名を言うのがもう違いますね。関東の人はね、東京駅から、まあ僕らだと名駅からとかね、岐阜駅からっていうふうになるんですけど、東京駅から地下鉄日比谷線ですよね、赤坂見附駅ね、いいですけどね。そんなことでね、8月後半も暑い日々が続きそうです。くれぐれも無理などなさらずご自愛ください。まごろくさんからのお便りをいただきました。それではですね、ここでYouTube の曲をね1曲だけちょっと聴いていただきたいと思います。かつてね僕が小学生の頃ですよ、この曲がね大好きでした。ドロップアウトの高木さんなんかもねおっしゃってますけれども、ワイルドワンズのね、上田さんね、上田義明さんがねこの曲を熱唱するのを僕はね子供ながらに、ね、テレビに食い入るようにね見てましたね。青空のある限りを聴いてください、どうぞと思ったんですけど、これがねどうやってもね YouTube がねこのラジオに貼れないんですよ。なのでこれは他の曲も一緒に記事のところに、YouTube を置いておきますんでね、後でゆっくり見てくださいね。まごちゃんね、とってもいい感じでね歌ってますよ、青空のある限り。それ以外の3曲はオリジナル曲ですね。よかったらまたゆっくり見てくださいね。ありがとうございました。それではですね、ここでねまたまたお便りなんですけれども、前回前々回と N443 さんが、木舟の川床
料理、そして次が出張の時の楽しみのランチね、そして今回ねサラメシ第2弾、旅行関係の N443 さんのお便りでは第3弾になるんですけどもね、サラメシ第2弾というのをね送っていただきました、ではねこれをねご覧いただいて聞いていただきたいと思います。ラジオ98回サラメシ2、平成最後の夏、名残惜しい気持ちもありますが、こう暑いと秋が待ち遠しい。そうか、平成最後の夏になるのか。そういえば天皇陛下がね生前退位されるということでね、そうか、まあそうすると平成という年号も変わるわけですよね。平成最後の夏、名残惜しい気持ちもありますが、こう暑いと秋が待ち遠しい。秋は淳君のライブもありますからね、やっぱり秋が待ち遠しい。早く来い来い。私の平成の30年、人生の中心でもあったこの年月、これで良かったのかな。思い残したこと、精一杯やったこと、迷いながらの平成でした。次の時代も楽しみにしたいと思います。そうですね、いい時代になるといいですね。どんな年号になるんだろう。そんな中、ニュースで心に残った言葉があります。2歳児を山の中で救助された方のお家に貼ってあった格言、かけた情けは水に流せ、受けた恩は石に刻め、仏教経典の言葉だそうです、がこの言葉を心に刻みたいものだなと思いました、はい、ちょっと自信ないです。この言葉は僕もねよく知ってます。よくね、まあ、飲食店なんかにお膳に敷く紙なんかにね書いてあったりするんで、僕もいい言葉だなと思ってねこれ覚えてました。かけた情けは水に流せ、受けた恩は石に刻め。なかなかねこんな風にはねできないですよ。かけた情けはねこれ見よがしにどうだと言って、受けた恩はねそんなこと知るかってね、まあそんな風にね言いがちですね私は。これは仏教経典の言葉だそうです。なるほど、この言葉を心に刻みたいものだなと思いました。はい、ちょっと自信ないです、人は一人では生きていけないものですからね、ストレスがたまるのも、人かもしれませんが、幸せをもたらすのもまた人です。なんて思いにふける秋の夜長、にはまだ早いですね。失礼しました。それにそれに、あの方の奥様は5年前に買い物に出かけられたままとか、坊やを見つけたおじいちゃんの奥さんですか、あの方っていうのは。あの方の奥様は5年前に買い物に出かけられたままだとか、これはなんか、事件か事故にあったということじゃないんでしょうか。まあご主人の奥様だとちょっと息が詰まるのかな。それはそうとして、何か笑える奥さんも探さないといけないんじゃないのと一人突っ込みしました。そうですね、少年探すのもいいんだけど、自分の奥さんもね、探した方がいいかもしれないですね。純くんの平成は幸せでしたか。僕は昭和に生まれて平成をまたいで、そして次の年号に、多分また足掛け行くことになると思いますけども、去年は特にいろいろありました。だけど別に僕はそれを不幸だと思ったこともないし、ちょっと悔しい思いは確かにしますね。病苦によって動くこともできない、目も片一方見えなくなっちゃった。だからそういう悔しさはありますけれども、不幸だとは思わないですね。だから次の年号どんな風になるか分かんないけれども、それもまあそういったようなねものを引きずりながら命全うするまでね生きていくことになると思いますね。純くんの平成は幸せでしたか。まあ幸せだと思います。そしてさて、毎週食べ物ネタで失礼します。サラメシ2としまして、万が一行かれる時のお役に立てればと思い、今回も私目線でご紹介しますね。楽しみですね。純くんの駅弁こだま愛がそこまで激しいものだとは存じ上げませんでした。僕は本当にこだまが好きでね、まあ 3,4 日だったら毎日こだまでもいいですね。そしてわざわざ名古屋駅まで買いに、すごい笑えます。松浦商店に教えてあげたい。確かに美味しい。今週も新幹線で食べました。かくったのかい。
純くんが羨ましがる顔を想像しながら美味しくいただきました、へへと書いてありますね。あのどうなんだろう、免疫まで行って電車乗るってことも最近ほとんどないですからね。こだま弁当はね本当にご無沙汰してます。あの近いうち食いたいなと思いますね、こういう話を聞かされるとね。ランチに1時間取れれば、ご飯が食べたい、でも時間がなく手っ取り早くとなると、麺類も多くなります。なるほど。今回は麺をご紹介。きっとどなたも一度は足を運んだこともある天下一品ラーメン、天一です。美味しいですね、天一のね。天一っていうのはあのスープがドローっと濃いこってりのやつとあっさりのと2種類あるんですよね。で僕あの天一こそはね、このこってりの方のスープ、このあのすするとかっていう次元じゃなくて、なんて言うんだろう、すくって飲むっていう感じだから、あのそれがまたいいんですよね。だから天一って薄いスープのラーメンをね頼む人の気が知れないですね。天一です。天一のデビューが遅かったものの、それを取り返すかのように、ランチし損なった時に利用します。なるほど。まあこれランチし損なったっていうか立派なランチですけどね。こってりにも程があるこってりしたスープで、麺にスープを絡めながら食べ進めると、最後はレンゲですするスープがなくなるほどこってり系のラーメンです。そうですね、もうあの丼を手で両手で持ってね口に運んで、それでずるずると飲むっていうような、そんなスープじゃないですもんね。でもこれにかなりハマっています。人生一度はハマるラーメンかも、うますぎると書いてありますね。でも月一にしてます。味はネット見てください。表現しにくい。これはあのこのこってりスープというのは野菜をとにかく煮て煮て煮込んで形がなくなるまで煮込むらしいです。だからあの例えば豚や牛の油とかそういうものでこってりしているんではなくて、野菜のがとろけて形がなくなるまで煮て作るというようなことをね聞いたことありますけどもね。写真ですこれね。次は名古屋の堀田駅近くにある、塩そばしずくのラーメン。塩そばしずく、これは塩ラーメンということですね。ここは魚介の出汁であっさりしたスープでいただくラーメンです。透き通ったスープに太めの縮れ麺がよく絡みます。真夏でも食べられるあっさり系なのですが、旨味たっぷりのラーメンです。はい、写真出てますよ。名古屋で40度あった日でも、並んでましたよ。なるほど、あなたは名古屋で40度あった日に堀田駅近くにいたんですね。お近くに行かれた時にはぜひ。あの堀田駅ってねなかなか縁がないんですね。まあ特に僕みたいに最近ちょっとこう行く場所がもう決まってるウィークエンドと自宅の往復しかないような人はね、なかなかちょっとね、でもまあたまにはいいかなと思いますね、このラーメン食いにね堀田駅まで。そして同じく真夏に食べる麺として、次は名古屋駅 JR 名古屋高島屋のゲートタワーにあるぐるぐるリーファーモデルの凛花のお店です。あ、モデルの凛花さんが経営しているお店、グリグリリーファーの4、グリグリリーファーの4、3種類ありますが、私は鶏とパクチーがたっぷり乗った4をいつも食べます。なるほど。ビーフンの麺で食べやすく、とてもヘルシーで罪悪感なく食べられます。写真出てますよ。女子は絶対好きだと思います。レモンをぎゅーっと絞って食べるのですが、真夏はレモン1個分ぐらい絞りたい。時間があれば本当におすすめです。男の人もフォー好きかな。フォーっていうのはあのベトナムの麺料理でしたっけ。うどんのようなものらしいですね。あの稲庭うどんってあのちょっと細いうどんあるじゃないですか。あんなようなものじゃないかと思いますけれどもね、僕フォーというものは食べたことはないですね。そして次は大阪のチェーン店かもしれませんが、今里という駅近くの鴨つけ麺。あっさりであり鴨の脂分もあり生姜の風味たっぷりなつけ麺です。ここは冬がおすすめです。とにかく体が温まります。
男性は桶のような器で大量に食べていますよ。鴨の量とうどんの量は選べます。これうどんなんだね。鴨つけ麺って、つけ麺ってラーメンかと思いましたらうどんなんですね、これ見るとね。そして、飛んで四国のうどん、高松にある、風月の、鶏天うどん、うまそうじゃないですか。鶏天うどん、僕はね、丸亀製麺でもね、鶏天を必ずトッピングで入れますね。30分並んで10分で食べる、これがルールだとか。でも非常に店が狭い、文句言いたいくらい狭い、こういうのも人気店の、条件なのでしょうかね。でもうまい、大将もいい感じ。なるほど。そして番外編、ここへ行ったらここ、豊田市駅で降りたら松坂屋1階タコ八の明石焼き。この地方に明石焼きのお店があるんですか。昔ね、アクエリアスで関西ツアーに行き出した頃、確か大阪の北というところだったと思うんですけれども、コットン 100% というね、お店がありました。この店が最終的に一番長く続いた店なんですけど、このコットン 100% という店を出て、ちょうどね、アーケード向かい側にほんの5、6歩歩いたところにタコの壺っていうね、これその当時ルルブだか、なんとかだかが特集してました明石焼きのタコの壺っていうね、お店が偶然あってね。で、加藤博美さんがそのことを知っててね、食べ物のことをよく知ってますから、ここ美味しいんだよって言ってね、その時初めてね、明石焼きっていうのを食いました。要は卵焼きの中にタコが入ってるだけなんですね。それをお出汁で食べる、三つ葉を浮かべたお出汁で食べるんですけど、これはこれでね、美味しいです。だけど名古屋で明石焼きなんか僕見たことなかったですけどね。松坂屋一階、豊田市駅かで降りたら松坂屋一階タコ八の明石焼き。なるほど、これも美味しいかもしれないですね。これ見た感じは全く一緒ですね。そのタコの壺と同じですね。そしてあとは会社近くの栄地下の焼きそば、これね、昔から食べても食べても飽きない。その近くの地雷屋の天むすも行きますね。これは昔からなかったような。なるほど、この会社の近くの栄地下の焼きそば、これはなんとなく本当に昔からあるどっかの駄菓子屋さんのね、ちょっと延長のような感じのね、焼きそばですね。美味しそうですね。昔僕がサンデーフォークの社長によく直談判会いにね行った時に、あの方は本当に食べるものが少ない方です。だからすごく痩せて見えてね、一日に焼きそばの出前一杯で終わるっていうね、こともよくあってね、僕が行った時に順悪いちょっと俺出前で取るからねって言って、近くのお店から焼きそば、それもご飯とか味噌汁とかついてないですよ。もう本当にこんな感じ、今映ってるようなね、こんな感じの焼きそばをね、軽く食べて、それでも一日終わりだっていうねことをおっしゃってました。サンデーフォークの社長が焼きそばなんか食うんですかって言ったら、隣にいた慶三さんが、焼きそばがサンデーフォークの社長食うよりいいだろうっていうようなね、そういう人たちなんですけどね。そんなことでね、こんな感じの焼きそばでしたね。美味しそうでした。そして、まだまだ美味しい麺類があるに違いないのですが、また巡り合ったらご紹介します。次はデザート編にしようかな。今年は暑すぎてかき氷も食べました。また次回ご紹介させてもらいますね。今週も失礼しました。これはなんかもうだんだんレギュラー化の様相を呈してきましたですね。まあ次回もね、じゃあ期待してますんでね。まあ僕ね、デザートとかスイーツっていうのはあんまりね、触手が動かないですね。年取ってきて若い頃に比べれば甘いものはね、比較的よく食べるようにはなりましたけど、それでもやっぱりどっちかっていうとおかず、飲みの当てになるようなもの、そんなものがね、大好きですね。そんなことでね、N443 さんからの、これは旅行記とはちょっと違うんですけどもね、サラメシ2をお送りしましたね。どうもありがとうございました。それではね、ここでちょっと一曲聴いていただきたいんですけれども、
最近この方とねずっとお会いしてないですね。非常に寂しいです。まあ、だからというわけではないんですけれどもね、時々ね無性に聴きたくなるんですこの方の歌がね、それでは聴いてください。メイドが待ってる。ベージュの角が折れてる、気になるからせっせと伸ばす、それをしたからって何がどう変わった。読み終わってゴミ箱へ。ひげはまた生えてくる。どうでもいいことにもう引っかかるのはやめよう。いらないものは捨ててゆこう。風を切って走れ、汽笛を鳴らせ、脇目も振らずまっしぐらに駆け抜けろ、駆け抜けろ。いらない貨車は切り離せ、振り返るな。終着駅はそれほど遠くないから、やりたいことやりきったらあとはメイド。幸せが向こうからやってくるって、そんなことがあるわけない。せいぜい街の悪いもの、くだらない川ごとにもう引っかかるのはやめよう。自分のことは自分で決める。空を見上げ深く息を吸い、少しだけ違って見えた。昨日までの自分に別れを告げ、思いっきり生きてやるさ。残り少ない時間を燃やして燃やして、燃え尽きるまで走れ。自分のための人生だから、走れ走れ、動き出さなきゃ何も始まらない。旅の恥は書き捨てて、やりたいことやりきったらあとはメイドが待ってるだけ。どうですか、沢田節ですよ。いいですね。実はね、前回のラジオで恋人は…という曲を書きました。僕その時にね、沢田さんの恋人はおばあさんをかけたかったんです。ところがね、これがね、どれだけ探しても CD がねどっか入り込んじゃっててね、なかったんですよ。それでまあ、とりあえずは前回は僕の恋人はをかけたんですけれども、まあ今回ね、沢田さんの曲は他にもいっぱいありますんでね、このメイドが待ってる、これもね、僕が歌うよりも沢田さんが歌った方が雰囲気いいですね。いかにもね、メイドが待ってるという感じでね、
とってもいい感じだと思いますね。沢田さんにお会いしたいなと思いますけれどもね、まあ、ちょっといろいろ大人の事情というのがあるようでね、まあ、でも必ず復帰されると思いますんでね、楽しみにそれを待っていたいと思いますね。ドロップアウトの沢田さんの、メイドが待ってるを聞いていただきました。それではですね、本日最後のコーナーです。毎度レギュラーのおなじみのユーニャの部屋。ラジオ98回ユーニャの部屋、やっとちょっと涼しくなりましたね。そうですね、やっとちょっと涼しくなりました、生きた心地がしている今日この頃です。私ユーニャは暑さに勝てず、めまいとビタミン剤の注射と、夏バテの漢方のお世話になり、なんとか乗り切り、先週のオニマンズさんのライブに、お約束通り浴衣で参加させていただきました。この浴衣の写メはないんでしょうかね。ちょっと探してみますね。自分なりに撮影したオニマンズさんの初ライブをユーニャブログにて、アップさせてもらいましたので、そちらも、ご覧くださいね。とりあえず心底言えるよありがとうを、動画で長めのものをここにも送ります。ということでね、ここでね動画を見ていただくんですけれども、このねユーニャの部屋の最後にねこの動画を、持っていきますね。本当、それぞれの個性の融合したオニマンズライブでした。そして涼しくなったのですが、今回は私は夏休みをいただくということで、この辺りで終わらせていただきます。今回短いんですね。まあ、夏休みということでね、ユーニャさんはなんかウキウキしていらっしゃるようですね。今回はちょっと短めですね。ただいま台風20号接近中の23日の夜なんですが、このラジオアップされた土曜日は台風も去り、そして私は次の日から、つまり26日の日曜日から、主人が勤続30年で会社から旅行券をいただきまして、しばらく北海道旅行に夫婦で出かけてきます。まあなんてことをね、もういいじゃないですか、夫婦水入らずでね、もうラブラブホットなあの北海道ですよ。もうなんともねいいですね。そしてまたそんな北海道旅行を次回より書いていければと思いますが、それではこの辺で、残暑温度差に体がついていかないですが、どうぞ皆様、需要競争、栄養補給、タウリン摂取、ファイトを一発で乗り切りましょう。なんかキャッチコピー風のユーニャの部屋でした。それでは行ってきます。ユーニャさんもねラブラブホット北海道へね、26日の日曜日から行かれるんだね。まあ、行ってねしっかり楽しんできてくださいよね。まあご主人勤続30年ってことは結婚して30年ぐらい経つのかな。まあそんなのこともねまた帰ってきたらねちょっと教えてくださいね。くれぐれもね気をつけてね楽しんできてくださいよね。ちなみにね26日というのは私はね名古屋今池のボトムラインというところで、中日新聞社だったかな主催の、社会人バンド合戦っていうのにね出ることになってるんですよ。これがね、まあ、高木さんも本当にね熱心にね、でしかもたった3曲なんですね。ものすごい数のバンドが出るわけですよ。ボトムラインって大きいホールで、しかも中日新聞かどっかのね大企業がまあ主催提供してる社会人バンド合戦ですからね。でまあ、20分以内にセッティング撤収、それから演奏も3曲4曲こなして、大急ぎでやって大急ぎで舞台をはけなきゃいけないというね、ところにね私は行きますね。そんなことでね、まあちょっと疲れるかなと思いますけども、まあ、26日ね北海道旅行にね行くユーニャさんの姿を想像しながらね、まあ、体を休めたいと思いますけどもね。
それではね、さっきゆねさんがおっしゃってた、心底言えるよありがとうを動画で長めのものを国に、送りますと書いてありますんでね、今回ラジオ98回目、最後にゆねさんの撮影した、オニマンズの動画を、ご覧いただいて、これで、終わりにしたいと思いますね。どうもありがとうございました。それでは、さよなら。今まで